今回ご紹介するのはミネルバの手巻時計。1948年に登場した名機 CAL48 を搭載した通称ピタゴラスです。スワンネック環球針、コートとジュネーブ装飾模様やペルラージュ仕上げが施された人気ロングセラームーブメント搭載コレクション。ロービートの極みである誤振動のスペックが時計ファンを魅了する名品です。ラグ幅は20ミリ、ケース径は約38ミリ、リューズ含まず、縦ラグからラグまで約45ミリ、厚さ風防含む約9ミリです。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。リューズを引いて回すと時刻調整ができます。ファック機能、秒針停止はありません。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴、本品は 38mm 系 SS シースルーバック仕様のミリタリーデザインモデルです。文字盤はブラックカラー、全数字とコブラハンドの組み合わせ、6時1にスモールセコンドが配されたミリタリーテイストの雰囲気の良い風防デザインです。SS ケースはサテン仕上げのラウンドホリム。裏蓋はピタゴラスキャリバーを眺めることができるシースルーバッグです。バンドはミネルバの革ストラップを装着しています。
歴史と伝統が詰まったミネルバの手法です。コンディション、ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針にサビなども出ていません。夜光は軽く光ります。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋はシースルーバッグです。外周の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。厨房、特に目につくスレやスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ベルト、尾状、ミネルバ名が確認できます。使用感がありますが、すぐに装着可能です。付属品、ボックス、劣化、内箱は破損ありです。時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。